庭番関市天保12年3月7日は、江戸時代後期の初夏、学者。名は次へ、字はごつとむ、通称は軽く。晩年は里氏非道人と合した。終わり繁栄室を務め、再会を得意とした。号は駅教、番監すといえども、志は正式しきを行うなり。による、井の口町にある、生誕費安永2年2月7日、終わり国中島軍。 井ノ口村四谷に生まれた。安永八年、庭義時に書を学び、超毛布書き、石壁符を臨書し、4ヶ月で修行した。四谷は、三濃羅と岐阜街道の追い分けに位置し、幼少時、終わり藩主が当地で休憩を取った際、午前歴号を披露することとなった。腕力が足りず、太筆をうまく扱えなかったので、足だけ蹴り上げようとしたところ、藩主の前の畳に投げ出してしまい、 平然と座に服したという、完成年間、終わり半日記局に採用され、20年間歴代辞席編纂の資料筆者を担当した。また、藩主、徳川成春、徳川成高に書道を教えた。国学者、鈴木明には、国学、漢学を学んだ。鈴木明に従い、江戸に赴いた際、徳川将軍の御前で記号を披露した。幕府はこれを評価し、 飯変かかえようと終わり藩と交渉したが、終わり藩はこれを拒んだという。ある時、徳川後三夜が集まり江戸築地で船遊びをしたが、終わり藩の船の上りは、番、監視の記号だった。出発前、近くからでは、紀伊藩、水戸藩の上りに比べて無雑に見えたが、いざ沖に遠ざかると、他の上りの文字が霞んで見えなくなるのに比して、番藩の字は鮮明に浮かび上がったという。 天保十二年病に伏せ、三月六日死去した。何も言い残すことはないが、もう少し字を習いたかったと言い残して、目を閉じた。墓所は、六角堂東町長工事。ただしの、章の、タスクの、千春の四、男がいたが、助行が家督を継いだ。文政二年十二月混流、右京都道、大垣道、右岐阜破井道の同票は、番、漢詩の書だが、 鉄鋼がある字の書体を修正したため、大いに憤慨したと伝わる。ある時、清須のうどん屋に依頼されて、看板を記号し、評判となったが、後に長持ちにうどんに関する文献や書き、尊氏が満杯に詰まっていたという噂が広まり、人々が感心したという。真の金、も、番、漢視の書を評価し、数幅を求めて持ち帰った。来三葉は、 万勘士が清水寺に奉納した額面や、急遽堂の額を見て、半下を書かせるに良い字だと評した。ABCDEFGHIJKLMNOP 安藤直太郎、庭番、勘士を覚え書き、郷土文化26巻2号、1972年。ありがとうございます。